どうも、激辛ラジオです。今日もみんなの火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回久しぶりの遠征になってくんですけども、赤からグランプリが終わって初めての撮影になるんですけど、まあ、今まで出してた動画はもうちょっとため撮りをしてた、動画で、どんどん放出しておりました。今回は栃木県にある、石焼ラーメンカズンさんに、やってまいりました。ここはですね、以前に有吉ゼミで紹介された石焼ホルモンラーメン極辛というものが、紹介されてたんですけど、まあ、ちょっとねそれで検索して今日来たんですけども、ね、なんとですねこれ期間限定で終わっておりまして、で今回はちょっと、違う石焼辛メニューなんですけども、今回ちょっと特別に辛くして、激辛仕様にして挑戦していきたいと思います。はい、それでは早速店内入ってきたんですけども、なんとですね今回、豚キムチチゲラーメンと期間限定のこのメニューに当たるんですけども、今回ですねこの豚キムチチゲラーメンは特別に、有吉ゼミで紹介された時と同じ辛さの仕様で、今回挑戦させていただくことになりました。これをもうちょっとメニュー名はこれ何なのか分かんないですけど、まあ今日は、難易度を高めてやってまいりたいと思います。むせてますよ。厨房でむせる声が聞こえましたけども、ちょっと調子がすごい。大丈夫ですか。おお、来た。もうすごい。わーわー、はい、おお、バチバチに火山のように。これを、ちょっと噴火が収まってきたのでこれを足しますね。これ真っ赤ですね。こんな感じでいいですかね。全部かけた方がいいのか。あ、全部。まさに火山のごとく。いただきます。さあ、豚キムチチゲラーメン、棒辛。さあ、どれほどのものか楽しみですね。噴火しますよ。目にこうバンとこう突き刺すような刺激の感じがありますけど、まあ、先ほどの噴火は、収まり、今は鎮火しておりますが、これね石焼きですからね、熱さが冷めないところが特徴的になります。まずスープからいってみましょうかね。いただきます。鋭い辛さがありますけれども、あとにやっぱこのキムチ、キムチのこの若干この酸味を感じますけど、代謝が良くなったを感じられる、辛さですね。続いて麺いきましょう。強烈な辛み、鋭い辛さがありますけども、野菜やら、豚肉、素材の味がスープに染みて非常に、美味しいですけれども、ものすごく辛いと。やけどに気をつけたいんでちょっと小皿に移していきましょう。なんかこれね、大晦日のグランプリを思い出すような光景ですけれども、はい、ね、教訓を得ました。熱いものを冷まして食べると。しかしこれ立派な器ですね。ものすごいボリューム、これ一人前ですからね。
唐辛子何本入ってんのっていうぐらい入ってますよ。10本ぐらい入ってますね。一体全体この唐辛子は一体何本入ってるのか数えましょう。1本2本6本5本6本7本8本9本10本ああ10本入ってるぞ。これがタイの唐辛子。タイの生唐辛子。プリッキーヌってです。そうです、ね。ああ、やっぱり。あと、みじん切りにそのまま入ってます。なるほど。鉄砂キラーメンですね。余ったスープを、はい、締めでおじやで食べるのもおすすめなんですよ。なるほど。今日もスペシャルだ。スペシャルで。おじやライスをご用意しました。おお、なんだこれは真っ赤に染まったおじやライス。これ、有吉ゼミで出てきたやつですか、これもしかして。スペシャルバージョン。スペシャルバージョン。すごいじゃん。やってくれますね。うわ、ご飯の底も全部真っ赤に染まってるぞ。これ大丈夫か。この激辛に対する飽くなき探求心、あっぱらでございます。このプリッキーヌの唐辛子食べたら一気に口の中が、なんならこの豚キムチチゲラーメンの中で一番辛いぞこれ。プリッキーヌ辛い。新年早々とんでもない激辛メニューに出会ってしまったようだ。まだこの石焼き鍋が熱いから、ほんと出来たてほやほやのような熱いです。これ食べた後、何食べても辛いぞ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。石焼きラーメン火山さんの豚キムチチゲラーメン、もう辛辛さレベル辛さレベル8でーす。8です。まあ見た目のこのインパクト、もう出てきた瞬間からね、あの鼻と目が突き刺すような刺激臭、そして厨房ではね咳込む音が聞こえてね、ちょっとやべえんじゃねえかなと思ったんですけど、案の定やばかったです。辛さと暑さが、相まって相乗効果で一辛くなりました。やっぱねこのタイの唐辛子を使ってるだけあって非常に鋭い辛みがありました。しかしこのキムチの、酸味と、肉の旨味が染みたこのスープは非常に、食べ応えがあった、旨味のある、一品でございます。チゲラーメン自体は辛さレベル
まあそうですね、7ぐらいといったところ、7とか 6.5 ぐらいといったところなんですけども、さっき言ったまるまるプリッキーヌ、タイの唐辛子プリッキーヌまるまる10本入ってたんですけど、あれだけで辛さレベルがバーンと上がり、あれだけでもう8とか 8.5 ぐらい、あの唐辛子食べた後に普通にラーメン食べたらめちゃくちゃこうより辛さが倍増されます。もう口の中が火事のような感覚に陥ります。余すことなく何どこを食べても辛い、そんな一品です。もうね、半分ちょっとろれつが回らないんですけども、非常に美味しく食べたのではないでしょうか。ということでね、この石焼ラーメン、カナダさんは栃木を中心に、店舗を展開しております。あと一部埼玉とか、にも展開しておりますので、ぜひ、激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。もしこの動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter 等々、あと激辛ブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ということで、またね、バイバイ。もうお腹の底からマグマが湧き出るような、もう噴火しそうな感じですけども、まあ、本当に噴火するわけじゃないんですけどね。